三重県立名張西方高等学校バスケットボール部。今年4月から新チームとなった男子バスケットボール部。1年12人、2年3人、マネージャー4人で三重県高校総合体育大会ベスト16を目指し、日々練習に励んでいます。そんなチームをまとめる2年の吉岡君、部活を通して成長したことは？やっぱり比較的にシュートが入るようになってきて、でボールなくすこともなくなって安定性が増してきたことです。入部のきっかけは？僕は小学6年生からバスケをやっていて、弟もやっているのでバスケ部に入りました。感謝を伝えたい人は？感謝している人は北中のバスケ部の顧問だった岡田先生です。中学校に上がった時はあんまり何もできなかったけど、岡田先生のおかげでやっぱ走ることができるようになったり、個人の能力を伸ばしてもらったりとか、人間性としても成長できたと思います。真面目で練習熱心な1年の今江君、3年間でどんな選手になりたい？はい、僕は周りを見てプレーができる選手になりたいです。先輩はどんな人？もともとミニバスにいた先輩もいるので、とても優しくてやりやすい先輩です。どんな青春を送りたい？部活と勉強を、充実できるような、高校生活を送りたいです。青春しよう。そんな男子バスケットボール部とともに練習に打ち込む女子バスケットボール部、3年3人とマネージャー2人で活動をしています。今年4月に行われた三重県高校総合体育大会では、マネージャーとともに試合に出場し、初戦を突破しました。女子バスケットボール部のキャプテンを務める3年の足立さん、どんなチームですか？はい、人数は少ないですけど、みんな仲良く楽しいチームです。バスケットボールの楽しいところは？体を動かすことじゃなく、ことだけじゃなくて、みんなで考えながらバスケをしたりとか、絆が深まっていくところです。部活で思い出に残っていることは？自分が高校1年生の時はまだ人数もまだ5人以上いて、先生もすごい熱心な方で、すごくバスケも部活生活って感じで、本当に楽しく心から本気でバスケをしてたなっていうのが思い出です。足立さんとともに3年間バスケを続けてきた山本さんとキリンさん、バスケットボールを始めたきっかけは？友達に誘われてやってみたら楽しくて始めました。モチベーションを上げるためにしていることは？過去の試合を見てやることを決めることです。部活を始めて変わったことは？もともと自信がなかったんですけど、自信を持つことができました。3年間で一番努力したことは？去年先輩との2対2のプレーとかが多かったので、その時にうまく合わせられるように努力しました。どんな青春を送りたい？部活もそうですし、今までできなかったようなことをしていきたいと思っています。青春チア。男女ともに仲が良く、同じコートでバスケに打ち込む名張西方高校バスケットボール部。皆さんにとってバスケとは？僕たちにとってバスケットボールとは友達。ADS では伊賀地域でスポーツに励む高校生を応援します。次回もお楽しみに。あっちどっちそっち ADS。